ね、あの特に今学生相撲の出身が多いですから、あの割と科学的トレーニングっぽいことを言われると好きなんですよ。あのそういうトレーナーつけて、ね、そういうトレーニングをやってるあの関取衆も多いんですけど、思考的となるとなんか地味で単調ですね、非科学的なようなイメージをなんとも、うん、持ってるみたいですから、うん、本当に嫌がるんですよ実は思考鉄砲の中にこそあの科学、現代の科学をさらに超える、うん、はい、超科学的なあの、うん、学生時代感じた物理学っていうと、あのニュートン力学を超えた量子論とかですね、相対論的なレベルのものだと、思っています、はい。休み時間とかで結構草相撲でやってましたね、はいはい、その投げる感覚が、はい、あの柔道とか合気道に近いんですよ。実は相撲と合気道非常に共通した身体操作がたくさんあると思ってまして、まず崩しですとか、あるいは受け身の概念というのもすごく合気道と相撲に近いと思っていまして、また個人的に四股だったり股割りっていうのをトレーニングの一環として取り入れてるんですよ。で、私が目指すしなやかで強い合気道には、うん、そのような相撲のトレーニングがすごく役に立つと思っているんですね。で、また合気道の階層、上芝森平も、はいはい、もう小さい時に体が弱かったんですけど、相撲と水泳で体を鍛えていたんですね。で、相撲は白の最高なものだ、白って魂魂の最高のものだということで、すごい相撲評価されたんですよ。また大統領合気充実の佐賀義行先生も、はいはい、独自の四股なんですけども、毎日戦艦単位で四股を生まれて、鍛えられていたんですよ。ですので、古のこの合気の達人の先生方っていうのは、この相撲のトレーニングを通して下半身とか、あるいはいろんな場所を鍛えていったという、すごく評価関係があるので、うん、興味深いと思います。良さそうだなみたいなぐらいのバランスと筋力をつけるぐらいのやったことありますけど、そんな専門的に習ったことや研究したことはないですね。本来思考はやっぱりさっき先生おっしゃったように、腰とか軸とか意識の構造とかですね、という腹とか丹田とかを作るものだったみたいなんですよ、うん、だけど今はだんだん相撲がスポーツ的になってですね、うん、これ足腰を良くするとか、股関節を柔らかくするとか、バランスの能力を高めるとかですね、もっとよく稽古するお相撲さんにとってはそういう面がありますし、やっぱり四股って単調じゃないですか。それは現代の若者に合わないんですよ、うん、すごい嫌がるんですよ。そうすると単なる準備運動とか整理運動と思ってる現役のお相撲さんも結構いてですね、親方とか関取衆から四股は大事だって言われるから、なんとなくが数はこなしておりますけど、根本を変えるもんだと、そういう世界からはちょっと今はちょっと離れて、しまっている。 今も一応マネージャーありましたけど、部屋には 毎朝顔出して、相撲さんと一緒に仕込んだり、自分はこう上がり座敷で言いますけど、そういうのをなんとか、現役のお相撲さんにも分かってもらいたいと思ってですね、いろいろ探求して、実際にイチロー選手、うん、プロ野球のイチロー選手でも、うん、思考を取り入れたっていうのもあるぐらい、バッターの入る前もこの腰割って語り合ってますしね。双葉山さんという人は昔から続いてて、いろんなトレーニング方法とかも入ってきたけど、最終的に残ってるのは思考鉄砲だったから、思考鉄砲だけをやり込めば絶対間違いないからっていうことを、他の方がやらないで、はっきり弟子の前で言ったこともあるんですよね。ウェイトトレーニングプラは、若い頃はもう必死にやりました。なんとか大きい人にパワーで負けないようにと思って、そればっかり、ベンチプレスとかスクワットとかですね、やってたんですけど、なんかやっぱり限界があってですね、逆にそれで痛めることもあってですね、40歳頃から完全に思考鉄砲の方にだんだんとシフトしていったんですけど、それまでは両方なんか中途半端ですね。おととい二所ノ関親方、稀勢の里さんと、ね、お話こう話聞かれたんですけど、やっぱり24、5歳の頃にですね、バルドとか栃ノ心とか、この背中がすごい、背中のパワーをすごい感じたらしくですね、背中が腰だって言ってましたですね、実際相撲取っても片手でぶん投げられて、ウェイトで力つけても外国人にはかなわないと思う。そこからもウェイトすっぱりやめたと言ってましたですね。
今全く何もやってない子は必要な時もあるでしょうけど、はい、理想を言えばやらなくてもいいと思いますけどね。ただあの一昨日あの親方とも話したんですけど、そのモチベーションあの上げるのがなかなか若い子は難しいですから、やっぱり上戸っていうのは目標を持ちやすいですからね。分かりやすいです、数字に出ますね、そういう面ではあの半時期までは必要かもしれないですよね。だけど半時期超えたらダメになることもあると思いますね。自在性を失わないようにやったら必要だと思うんですね、うん、強い、あの、自重の負荷トレーニングを出したり逆立ちで腕立てとか、懸垂とか、例えば体操選手とかですから、強い自重がかかっているので、ものすごいトレーニングしなくてもムキムキじゃないですか。で、自在性を失わない、柔軟性を失わない、そこを参考にして私は、はい、僕は今、10年はでも筋トレしてないですね。時間と体力と気力って限られてるので、それをどこに当てるかっていうことだと思うんですよ。で、僕はそれが筋トレとか走るってことは、もう外れたんですね。MM 総合格闘技の練習 と、武術の稽古、まあ、肩の稽古とかをした方が僕が目標の場所にたどり着くには、あのこっちが優先であるって考えてこっちに注力しましたね、はい、なので無限に、ね、時間と体力があるんだったらね、もう全部やった方がいいと思うんですよねだけど、まあ、その中であとは好みのこともあるし向き不向きもあるんで、そこで選択していくってことだと思うんですけど。